なる。でっかいパン。パンね。ガブガブっていかんとですね。ね。ちょこちょこない。急いで食わんば。急いで食わんば。あ、まる、うーって言ったらいかんとけ。まる、うーって言ったらいかんよ。ねえ、ドライブで音程ちゃんと加えたもん。うまい。怒られたもんね。おいしい。おいしい。うーって言ったらいかんよ。やっぱ落ちとんや、ダイソンよりするね。まだあるよ、丸。これここここ、丸、ここ違う、ここここ手前ってもうない。お前、お前ここにもある。手、手や、手、手、手じゃない、これ。もう手。おいしかった、丸くん、まだ食べたいの？ね、丸くん、まだ食べたいの？ね、ね、ね、丸くん、ね、ね、ね、くみずも教えた、くみずも。もうないよ。マリモも出てきた。マリモ。ニャ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 ニ粉々にしてあげるようにしたら食べるようになって、あの半年ぐらい前より体重重くなって。でね、これだけじゃこいつ持ってくるからさ、やって。高級なやつまで。みんなスプーンあるよ、マリモ。目の色が変わって丸も来たね。ビンのスプーンあるなぁ、マリモ。うわすごい、やってきよ。ビンのスプーンあるなぁ。栄養食だけがいいけど、これだけやったらマジで不安で、ガリッガリで拒食症になったけん、こうすることによって食うんです。お前は違う。うん、おいしい、おいしくないがあるんだ。そう、でもで歯もなくなったけん、でこうしたらね、2、3粒ペペって入れたらね、山盛りしちゃっても全部食ってね、もう全然違う。2キロぐらいまで減っとったけどね。あれ、うん、そう、3キロ近くまで食えた。なんかもう死ぬ寸前ぐらいカリッカリだったもん。背中触ってもゴリゴリゴリって本当、うん、そうそうそう、骨感じるぐらいですもんね。熱中症、クーラーの部屋なのに、あの2階の暑いところに行くけん、あで食わん。途中本当にもう無理かなと思ったら歩きながらパタンで倒れたりしよったけどね、ぐらいもうやばかったけど、いっぱい食うようになった。いっぱい食うようになった。水分入れたがいいというけん、ちょっと水分も餌から取ったがいいなと思って、ちょっと水足したりとか、研究に研究を重ねて。あれも復活。何？何お前？膝、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 膝。よし、ほんとだ、ずっと食いよ。いっぱい食いよ、お前に。